梶原一騎は松本人志のようなゲスじゃないかったよと。松本なんかの筋肉と違って梶原先生は抜群に喧嘩は強かったというのが本当で、まだ梶原先生のがずっと上だよね。もう連日のように世の中は松本人志の話題でいっぱいだね。去年の暮れからもったいない。まあ不幸なことに今年は元旦から不幸に能登半島あっちの方での地震があって、多くの犠牲者が出て、それについては本当にお悔やみを申し上げます。それはもう笑える話じゃないけれど、いわゆるスキャンダルって言うんだったら、昨年の12月の23日だかそうらへんに、吉本の松本人志のね、問題が出て、なあ、もう本当にもう、マッチョだなんだって、アホかてめえっていうようなね、若手の後輩、そいつらをアテンダーにして、女性を何ホテルの部屋に監禁して、それでどうのこうの、許せねえよって。というとね、俺ぐらいの世代だと、松本と同程度に許せねえ人間がいたという話があるよね。誰かって。皆さんご存知、梶原一騎と。劇画原作者として、明日のジョーだ、巨人のホスト、タイガーマスクだ。次から次へ、不朽の名作と言ったらいいのかな、残してきた。これは歴史上の人物にもなるだろうが。しかし、にもかかわらず、梶原一騎というと、その逆、いかに悪辣で、暴力的で、そして女性に対しては、もう欲望を出しっぱなしだったという話が、今でも信じている人がいるだろうし、残ってはいるよね。にもかかわらず、梶原一騎が女性問題だ、暴力家だ、問題になった時期っていうのは、もう証拠があるなしに関係なく、もうみんな決めつけていた。で、俺も実際そう思っていたうちの一人だから。だけど、ある縁で、この本を、作品を書くことになって、正直言って、梶原一騎を今言ったような意味で好きじゃなかったんだけれど、あまりにも悪人に仕立てすぎたよなというところもあったんで、じゃあ一つ、本当の梶原一騎、人生というものを追ってみようかなと思ったわけだ。まあ、梶原といえば、脇久夫。そして、三男の高森久さん。一人一人が個性の強い人物だったので、決して、梶原さんと脇さんだけではなく、ある意味で、三男の高森久さんの方が大きな人物であったり、するというのが分かってくるんだけど、松本人志のようなね、アホタレが、次から次へとまたどん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 炙り出されて、出てくるからこそ、まあそれを当て込んでじゃないけれど、以前からこういう作品を自分なりに書き上げてもいるし、
そして梶原といえば牧、そして三男の久志さんっていうようなくくりで梶原三兄弟シリーズ化してやってみたいなっていう気持ちを持っていたわけで、たまたまあまりにも話を聞いてて吐き気を催すような松本人志の事件あるからこそいい対象になると俺は思ったんで、梶原三兄弟ということで話していきたいと思うわけです。でまず最初に梶原一騎というと、皆さんが頭にあるのがとにかく暴力的で知らんでね、上ばみのように酒は飲むし飲むと暴力を振る、その暴力の相手は男だけでなく女性も何も関係ない、そしてクラブのホステスやいろんな女優たちにも同意なしに今で言う強制性交に及んだ、それが事件とされてテレビのワイドショーでは今の松本のような吉本があるからこその忖度もなく徹底的に貶められた。しかし自分の女房も一緒に手伝っていろいろアシストもしてくれたわけだけども、徹底的に調べ抜いて調べ抜いて一世風靡したような偉人偉い方が残した自叙伝とか、また他人が書いた電気評伝なんて嘘ばっかりと、まあその代表が大山総裁、大山増達の本は皆嘘ばっかり。だから大山増達政伝を書くにあたって何度ももうこれは嘘ばっかりだから塚本と諦めようって思ったくらい。ところが嘘のまたさらに嘘の奥にキラキラ光る黄金が見えてきたということで、新しいこれで伝説を作ることが事実証人や複数書物も含めて一冊の本を書き上げることができた。であるならば、嘘ばっかりであるとしても、そこを徹底的に攻めていったら、インチキ野郎はそのまんま嘘になるよね。じゃあ小島もインチキばっかり書いてるって、違うぜって俺言ってんだよ。そいつらと一緒にするんじゃねえよって。俺が、本当に天才的な武道家として、信じる、芦原秀幸ともう一人、塩田剛造先生でさえ、塩田先生の書いた自叙なんか、嘘ばっかりよ。ただ俺は、その嘘を吐いた中に、大山増達に負けない、小金を知ってるから、こう言えるんだけど、梶原一騎についても、男の星座とかさ、脇さんは脇さんなりに、兄貴とかさ、自伝を書いてる。申し訳ないんだけど、これも、ほとんどが嘘です。調べれば調べるほど。で、この三兄弟の悪いところというのは、自分たちの嘘ではなく、その前に自分の父親とか、だからの、高森っていうのは、熊本の高森がどうのこうの、そっからみんな嘘だからね。彼らを否定しようと思って言ってるんじゃなくて、皆さんがそういうこと、劇画を通したりして、思う梶原一騎、牧久夫は、虚像だということを、俺はまず最初に言っておきたい。そこで、松本人志の話と多少ダブらせながらそこの話をするならば、
今から俺が話すことは、すべて証人がいます。一人や二人じゃありません。今でももちろん存命であり、生きた。梶原一騎、生きた蒔絵詐称、よく知っている身近な方、そういった人たちの取材、そして決定的なのは梶原一騎のいわゆるその一連の事件、容疑者ということでね、拘留されて最初から最後まで60日間ずっと毎日毎日事情聴取を、亀沢先生の取り調べ、警視庁の本庁でね、事情聴取し、自分の前に出して見せてくれた資料はこんなもんではないぐらいに何もかも調べ尽くした亀沢先生の話、それらを全部聞いた上で言わせていただくと、まず第一に梶原一騎という人は確かに酒豪だった、大酒飲みだった。知る人に言わせると、コモダルに入った日本酒全部飲み干したとかさ、そういうことを証言する人もまた少なくなかった。にもかかわらず、誰一人、あれだけ飲んでも、全く姿勢を崩したり、言葉が崩れたり、人に絡んだりするってことはなかったと。自分が取材した人間が全てと、そう答え、亀沢は、先生が、知らんじゃなかったんだよ。みんな知らんだと思うから今度は何でもありだと思っちゃうんだよな、ということね。だけれども、梶原先生にかかった容疑は4つもあるんだけど、その中で有名なものは、1983年、4月の13日だとここで記録してるんだけども、漫画家で、釣り吉三平という人気の漫画、覚えている方もいるかもしれない。ね。矢口隆夫という漫画家。それの終了記念パーティーを赤坂プリンスホテルで開いたと。そして、一次会の後に、銀座のクラブ。みんな講談社関係の方が流れて、そこで梶原先生に対して生意気な言動をしたということで、梶原さんの前のテーブルだから、この近くに座っていた月刊少年マガジンの副編集長飯島っていう人間がいるんだけど、その人間が生意気なことを言ったっていうんで、半死にしちゃったと。むちゃくちゃやって、警察沙汰にならないようにと思ったんだけれども、どっかから漏れちゃったと。ということなんだ。ところが、亀沢先生も、三木さんという飯島の上司ね、梶原担当の方の話とか、いろいろ状況を聞いて、クラブのホステスもいたわけだから、徹底的に話を聞いてみたら、まず分かったことというのは、この飯島という人間は、かなり以前から梶原一騎を嫌っていたというんだよな。何かにつけてあんなやつと言っていたと。まず嫌っていたということだな。そして、それは何にも証言してるんだけど、赤坂プリンスホテルの一次会で、飯島が銀座では梶原先生の名前は誰でもが知っている。
大のお得意さんですからね。ただ、梶原先生がいかに銀座で有名だとは言っても、吉行淳之介先生や、なんとか先生に比べたら、ずっと格下です。だから本来は、梶原先生は銀座ではなく、池袋あたりが似合ってるんですよ、ということを言ったと。それ怒らない奴いねえよな。で、すいませんも何も言わないで、へーんと顔して二次会に行って、またそこで、梶原一騎に対して、先生空手やってんですから。見てみたいものですね。私は、剣道は三段なんです。というような暴言を吐いた。何言ってんだこいつ。だから私、そこら辺のものを持てば、先生に絶対負けませんよって。そこまで馬鹿にされたからこそ、梶原先生はパンチを二発放った。確かにね、梶原先生もほとんど空手は素人だけど、あのでかい体で、思いっきりパンチを放って、ぶっ倒れたと。それが、事件の、すべてなんだ。で、もう一つ。こっちの方のがね、松本人志の話に近いんだけども、すき家橋での事件の後、ちょっとね、この本書いてしばらく経つんで、多少前後狂ってるかもしれないけど、そこは勘弁してね、嘘をついたなんて言わないでよ。今度は別なクラブに行って、そこのホステスさんで、一緒に飲もうよ。一緒にアフター行こうよ。女の子が言いやがった。何お前って言って、生意気にと言って、殴って、ソファーに倒して、下着にまで手を伸ばして、どうのこうの。それで立ちが悪いのは、なぜか、牧久穂が、何やってんだと。梶原一騎が狂ってるのを必死に止めて、梶原を引き離し倒したと。そこがね、ちょっと悪いんだよね。そんなことなかったの？兄貴か何かっていう本の中でね、この件で、この時初めて、兄貴、梶原に対して怒りを覚えたとか、書いてんだよね。で、俺、牧さんとは親しいんだよ。だけども、そういう、自分を大きく見せたいっていうところがあって、引き離してって。そうじゃなかった。事態は全然。そこには黒服という男性のスタッフもいて。梶原先生が襲いかかりもするもんだったら、必死に止めるわ。その女性が突然ヒステリーのような感じで、やめてとか言って、逃げていった。何やってんだよと言ってるときに、銀座には車とかそういうのが止まるところを整理したりする、いわゆる下駄番、昔は言ったんだけども、そういう案内したりする人たちがいるわけだ。そういう人たちは銀座の隅から隅まで知ってるわけだよ。顔が。で、もう何から何まで知ってる、その、昔で言えば、下駄番っていうか、下足番っていうのか。ね、そういう人たちが何人も立っているんだけど、黒服からちょっと大変なんだっていうのを聞いて、下足番の人がバーッと入ってきて、先生どうのこうのやめてくださいよと言って、抑えたという。それが、亀沢先生、事情聴取でも分かったと。ホステス暴行事件なんて言われているんだけれども、女性に対して一切暴力は振るってなかった。うん。俺別に梶原一騎を、ね、なんか、
守ろうと思って、擁護しようと思ってんじゃないんだよ。これが事実だったということだよ。で、一番みんなが興味がありそうなのが、よく、これもワイドショーで、警察が梶原先生の自宅、また事務所に家宅捜索に入った。2回入ってんだけどね。そこで、際どい変な写真を押収したと。その写真はもう人前では見せられないほどもうひどい、まあ有名な女優や歌手のそういった裸の写真、ネガもあったし、ポジフィルムもあった、紙焼き、つまりこういう札になって焼いたのもあったと。それを全部亀沢先生が押収したと。どうなんですかって。テレビや、ああいう、そういうワイドショーでね、有名、なんか盛り上がってる、なんか、卑猥な、あまりにも卑猥な写真とかって、どうだったんですかって。言ったら、そんなのないけれど、卑猥というか、ちょっと、それに近いのは、何枚買ったんだよと。あ、本当ですか。でもそれは梶原と当時付き合ってた女なんだよ。愛さんとかね。うん。田淵くん、阪神タイガースの監督やったりしていた田淵の前の奥さん、その方とは前の奥さんと離婚した後、再婚しようという気持ちを本当に持ってずっと真面目な付き合いしていたんだけども、TH さんの写真はちょっと、そりゃ、写真だ。その他は、例えば松坂慶子だ、どうのこうのって話があるけれど、みんな、なんかそういう上に来たりしている、そういうレベルのものしかなかった。後々、1977年か8年に、カンフー映画を撮るっていうんで、政略結婚で、台湾のパクピンピンさんと結婚するんだけど、パクピンピンさんの写真もあったけれども、そこにあったのは全然そういうような類のものではなかったというように聞いている。まあでもね、実際付き合っていたとしてもそういう写真があったというのは見たかったんだけど、まあ、さすがにね、ちょっとあれの写真は、っていうことで、見られなかったけれども、変態じゃなかったということだよ。本当に、その程度だったということであって、松本人志のように、女、いわゆる強制性交なんてこととか、一切なかった。梶原先生についての話はいっぱいあるけれど、まず、松本の話から想像して、来た、その暴力事件、その女性に対する、この乱暴をしたという。事実は全く違っていたということを、ここではっきりと言わせていただいて、そういう意味で梶原一騎は、松本人志のような、ゲスじゃないかったよと。まだ梶原先生のずっと上だよね、っていう。ことで、まずは梶原先生のお話第1回目させていただきました。ありがとうございます。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。できれば、メンバーシップ、秘密基地、総本部へ参加もよろしくお願いいたします。